藤原聖火像、藤原聖火は、戦国時代から江戸時代前期にかけての受学者。加盟の霊勢を名乗らず、中国式に、本姓の藤原及び等を交渉した。永禄四年、公家の霊勢ため順の三男として、下霊勢家の所領であった、張馬国民機軍、細川省で生まれた。長男でもなく、諸子であったため家は継がず、上洛師匠国事に入って、前奏となり、 全と朱子学を学んだ。儒学を学ぼうと、民に渡ろうとするが失敗に終わった。その後、朝鮮儒者、京博士と交流し、その助力を得て、四所古教和訓を表し、それまでの三層の間での教養の一部であった、儒学を体系化して、教学派として独立させた。朱子学を基調とするが、陽明学も受容するなど包摂力の大きさが特徴である。 金星儒学の祖と言われ、門弟の中でも特に、林羅山、名場勝書、松永関後、堀阿安,安の4人は、静門4天皇と称された。和歌や日本の古典にも通じており、同時代の歌人記念長少子とは友人であったと言われる。豊臣秀吉、徳川家康にも儒学を講じており、家康には士官することを要請されたが辞退し、門弟の羅山を推挙した。 主張に、寸鉄六、千代元、草、文章、辰則、公領がある。また、実家のカレ税家は、ハリマの所領において、戦国大名の別所氏に攻められ当主が戦死し、没落した。このため、聖家が尽力し、弟のため将を新たな当主に擁立することで、氏も霊税家を再興させた。聖家自身は、氏でもあり、自ら氏も、 冷静家の当主の座に就くことはなかったが、ため省の死後、長男のため影が、直命により、当主となった。現名五年死去、去年五十九。藤原聖火の生まれた兵庫県三木市、細川町に、生誕の地の石碑と銅像がある。ありがとうございます。